ツは世界中から大絶賛。海外セレブとの共演で注目を集める。彼が持つ全4チャンネルは登録者数430万人以上、総再生回数11億回を突破。日本のトップ YouTuber。 ヒリヒリしてきた。なろ YouTube ヒカキン。こんな感じです。ありがとうございました。皆さん大きな拍手。ヒカキン、ありがとうございます。素晴らしい。いや、やっぱり温かい。 YouTube 好きしかもう来てませんから。そうですかね。でも改めてすごいですよね。動画再生回数13億回って何？僕自身も全然やっぱりいつもビデオに向かって喋ってるんで、こういうイベントの時にやっぱりこう実感するというか。だよな。だってさ、はい、
全世界70億人でしょ。そうです。それ考えると動画再生回数13億回って尋常じゃないですよね。そうですね。なんか今時間でも見れて、うん、3分の動画を1人1本見ると3分なんですけど、うん、それがなんか何百年とかなんですよね。だよな、はい、だからすごいですよ。であとあのチャンネル登録者数が450万人ですよ。そうですね。すごい。あんたレディーガガ見るすごいんだよ。いやいやいや、そうそうそう、すごいですよね。でも本当改めてすごいですよね、 YouTube って。 YouTube すごいです本当に、ね、はい。うん、でヒカキンさんなんですけど、そもそも動画をこうアップするようになったきっかけは何だったんですか。きっかけやっぱりビートボックスを小学生の時からやってて、うん、で高校の時にまだ YouTube がこう英語の時、日本語を対応してない時に、なんか上手い人のを見てたんですよ、外国人の。それを自分でも投稿したいと思って高校の時に初めてパフォーマンスを投稿しました、うん、その時どのくらいの方が見てくれたんですか。いや全然本当数百とかだと思いますね、うんうん、だからコメントがやっぱりあの英語だったり読めない国 の、うん、あの言語、言語が多かった。それはなんて言ってるかは分かんないけど、あのグッドボタンが多いから、うん、これはどうやらいいんじゃないかとか。いいんじゃないかと、はい、でもあの嬉しいよね。だってほらね、日本で育ってで、はい、世界の全く言語も分かんない人たちが、まあ、そうですね。昔だったら絶対にそんなできないことですよ ね、うん、ねですよね、はい。今回まあ初めて、アジアではね、ファンフェストいろいろなところで出られていますけれども、はい、今回日本で初めてファンフェストを行うについてどうお考えですか。いや、そう、去年の5月にシンガポールのファンフェストに出させていただいたんですが、うん、その時に例えば日本ってファンフェストってないのかなと思ってたんで、うん、こんな1年で一気に盛り上がって、うん、こんな大きいところでできると思ってなかったので、嬉しく思います。はい、皆さん本当ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ヒカキンさんのように、多くの人にこれだけ見てもらえるクリエイターになるには何か秘訣ってあるんですかね。そうですね、まずはやっぱり好きなことからまずやってみて、うん、やってみることが大事ですね。たまにこう始める前にこういうのやろうと思ってるんですけどどう思いますってい う、 こう質問とかをあいただくんですが、うんうんうん、多分そう思う前にあげちゃった方がいいよって思うんですよね。それダメだったら違うことすればいいしとか、うん、もうどんどん行動あるのみで継続だと思います。そうか、よくほら日本人って完璧主義ってあるじゃないですか。はいはいはい、はい、なんかもう完璧じゃないと絶対人様に見せられませんみたいなところあるけどそういうことじゃなくて。まあそうですね、でも僕もやっぱそういう最初はそういう気持ちだったんですけど、うん、結構ラフな姿も見たいとか、うん、そういうところも見れるのが YouTube だと思うんで。なるほどね、そうですか。ね、渋谷でも大きなポスター出てますし、あと CM にもね、好きなことで生きていく、はい、すごいじゃないですか。そうですね。どうですか、このいわゆるそのネットから飛び出したといいますか、いわゆるテレビの世界、はい、いわゆるお茶の間、はい、にこう進出したわけですけれども、はい、どんな感じですか。いや、やっぱりそんな時代が来るのかな、来たらいいなとずっと思って、僕も多分 7,8 年くらい YouTube やってるんですけど、うん、ついに来てすごい嬉しいんですが、でもやっぱりこう自分の居場所は今のところやっぱ YouTube が中心なので、はい、この先もやっぱ YouTube をとにかく頑張ってテレビなども出させていただけるなら出たいなと、ね、ですよ。だって、はい、ヒカキンさんはなんとエアロスミスとも、共演したりとかですね。でも今日もしかするとこの後に夢のコラボが、あ、そう、実はこの後ちょっと何回か出てくるかもしれないね。何回か出てくるね、はい、皆さん、はい、ぜひお楽しみ願いたいと思います。じゃあヒカキンさん、ここで最後に皆さんと記念で一発ってやつが、あ、そう、ちょっと今日写真を撮りたいんですけど、はい、撮っていいですかツイッターとかにあげるかもしれません。いきます。片手で大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ、いきます。はい、皆さん盛り上がって、バッチリです。はい、ありがとうございました。楽しんでてください。ヒカキンに大きな拍手。マーキー・スコートIn the house. What?He's gold. さ
日本初開催の YouTube ファンフェスなんですが、総括をヒカキンさんにお願いしたいと思うんですけどもですね、去年は僕シンガポールでこのイベントをやってるのに出させていただいたんですが、日本なんでないのかなとか思いながら、まさか今年できると思っていませんでしたし、本当に今日、このイベントを全体的に見て、今の日本の YouTube が本当に盛り上がってるなと、改めて感じました。今日はご来場ありがとうございました。またやりましょう。はい、ありがとうございました。そして会場の皆さん、そして配信を今ご覧になっている皆さん、どうもありがとうございました。YouTuber は皆さんの中にきらめきを世界に広げてくれる、世界に見せてくれる魔法のツールです。これからも YouTube 見続けてください。いいですか皆さん。イエーイ。それではまた次回お会いいたしましょう。 YouTube FanFest 皆さんお元気で。バイバイ。